いたしましたただいまから経済産業委員会を開会いたします、えー、議事に先立ち、えー、一言申し上げます、えー、この度の令和六年野田半島地震により甚大な被害がもたらされ尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます犠牲者のご遺族に対し哀悼の意を表しますとと,ともに被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げますここに 犠牲となられた方々のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げたいと存じますので、皆様どうぞ、ご起律を願います。それでは黙祷 はい、黙祷を終わりますご着席願います委員の異動について、えー、ご報告いたします昨日までに田島舞子君酒井康之君岩本剛人君石井正弘君及び三浦信弘君が委員を辞任されその補欠として、えー、辻元清美君光月良介君中田宏君 麻生圭一郎君及び久保田哲也君が選任されましたまた本日麻生圭一郎君が委員を辞任されその補欠として長井学君が選任されました理事の補欠選任についてお諮りいたします委員の移動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと存じます 理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。いいご異議ないと認めます。それでは理事に中田博史君を指名いたします。<laughs> 国政調査に関する件についてお諮りいたします。本委員会は、今期国会におきましても、経済、産業、貿易、および公正取引等に関する調査を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。いいはい、ご異議ないと認め、採用を決定いたします。 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。大阪府および愛知県における経済、産業等に関する実情調査のため、委員派遣を行いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。えー、つきましては、派遣委員、派遣機関等の決定は、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、作用を決定いたします。 本日はこれにて参加いたします。